この番組はデジモク、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はいはい、これ好きやろ。あ、これ好きよ、めっちゃ、うん、ネビオプね。ええ、ネビオプ。うん、これね、ネビオプって言うんや。ネビオプじゃない、でも普通にのオプパとか。オプパ、うん、あ、オプパか。まあまあ、好きよ、知らんもんね、それ、うん、ネビオプね。ほい、あ、あ、そう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 、ほい、あ、大丈夫です。ん、まあ、自分のジッパーが。あ、ジッパーあるんや。まあ、ジッパー、まあ、結構普段家ではね、マッチやけど、まあ、外では、ね。うーん。味変わるからね。うん。あー、うまいな。オイルの味するわ。軟水。ん？メビッパ。はい。おいしいんやけど。何ミリそれ？8ミリ。よう吸えるね、そんな。え、スタキン、スタキンじゃない？ちょっと重いよね。え、スタキンじゃない？重ないやろ。え、よ、結構ちょうどいい。セッタの15が一番ちょうどよくない？まあ、ハイライトか。まあ、重ければ重いほど味も濃くてうまいしな。うん、よう、そんなん吸えるな。美味しいけど。うん。あ、セッタ14やけど。はい。練習したん？なんか自然に、あ、なんか直感でいいけど。へえ。あ、もう終わった。うん、行こうか。いや、ちょっともう一本だけ ST。 チェーンスモークしたい。時間ないで。いや、ためとかんとこの後また予定あるけど。まあ、そうだけど、うん、ちょっと待って、急いですよ。だるいな。お前珍しいの吸ったの。え、それジャズセッションやろ、ピースの。おう、買ったよ。なんだかった。そうそうそう。いや、結構匂い特徴的にめっちゃ甘いよね。え、香ってきて分かるから。副流煙で分かる。まあまあ、結構特徴的やから分かる。マジか。しかもジャズセッションまで当てるよ。いや、もうこれだってジャズセッション以外ないからね、ミルキーの味は。で、お前さ、うん、あの最近期間限定やったピースのジャズセッションって吸った。ああ、もちろんカートンで買ってね、期間限定やった。全部吸っとるからね、タバコ。全部。いや、マジスタードでないやつがなくてね。何吸おうかな。中華とかは。もう中華なんかはもうあれ2年前はずっと吸ってたからね。ゴロワーズとかない。ゴロワーズなんかはもうカートンで家に置いとる。まだ。え、もう何本も吸った。え、じゃああれはないんじゃん。あのダビド。ダビド君もね、まあまあうまい。でもポールモール。あ、ポールモールあれよ。あの結構コクがあってね、うまい。小池、小池。小池がね、結構大変めんどくさいけどね、まあ1年ぐらい吸った。です。ですもんね、うまいのよあれ結構。名前の割にね。お前その時見せねえよ。タバコなくなって1本くれ。ああ、いいよいいよ。マジ今日結構、あれ、ちょっとあんまワンカードしかないけど、今日はやる、やろうか。え、1本でいいの？え、おう。ええ、まあ、これ持ち歩いたん？持ち歩くやろ。足りんやん、だって外で出たら。おお、そうなんや。まあ90はないと。結構すごいね。見たことないかも。止まる灰皿、昨日の自分とは。
ように吸って吐いた煙に巻かれるよ。